自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件をめぐる衆院政治倫理審査会の2日目が3月1日に開かれ、西村康稔議員61が出席した。同じ自民党の武藤洋次、洋次、議員68が質疑に立ったが、あまりにも身内びいきの姿勢に SNS では、時間の無駄、追及する気、ゼロといった辛辣なコメントが並んだ。 岐阜産区の武藤氏西村先生とは同じ宿舎の同じフロア武藤氏は麻生は2005年外務大臣などを務めた父親の地盤を引き継ぎ岐阜産区から出馬し当選5回を重ねるこれまで経産副大臣や農林水産委員長などを歴任した成林審では 初めに西村氏が弁明として与えられた15分間で、清和会、安倍派の会計には一切関わっていないなど従来の釈明を繰り返した。続いて質疑に立った武藤氏はいきなり、西村先生と持ち上げ、その後も、先生を連発。出席議員の疑惑解明を目指す政倫審の場で、 先生とは同じ宿舎の同じフロアで居住もありいろいろ近くさせていただいていると親密さをアピールした安倍細田氏を悪いようなことをすると思えないその後も西村先生の輝かしい業績と場違いなよいしょを継続さらに昨年11月に亡くなった細田博之元安倍派会長の地元である島根の事務所に弔問に訪れたことや 成林審が行われた衆院第5委員室に安倍晋三元首相の肖像画が飾られていることにも触れた後二人は悪いようなことをするとは全く思えない人たちと述べですから裏金については知らなかったなどと話し設定された15分の持ち時間を終えた時間稼ぎの慣れ合い仲間内の励ましトーク茶番 出席者側によった露骨な姿勢に対して SNS では、時間稼ぎの馴れ合いごっこ、仲間内の励ましトーク、茶番と呆れた声や怒りの意見が飛び交っていた。成林審後、西村氏は X に、正直にすべてをお話ししました。今後とも説明責任を果たしてまいりますと投稿。中には、誠意を感じました、という支持者のものと見られるコメントも寄せられたが。 多くは正直に全てを全て人のせいにして責任を取らない人は上に立つべきではないよまあ頑張ってくださいといった冷めた反応が目立つ事態となっている私がまとめたネチズンのコメントは次のとおりです「武藤が茶番を本物の茶番に仕立て上げたこれぞ自民党体質そのものいや日本の前後体質であったエセ民主主義」 ジャニーズしかり、宝塚、ダイハツ、ビッグモーターなどなど、古き良き時代の体質を温存した組織が時代のきしみに耐えきれず現れている私は宝塚生まれの74歳、子供の頃から宝塚に染まって、厳しい宝塚だからこそ、美しい劇があると感じています。 価値観の中に多様性を認めるる大切さが問われる時代です。これは地球上の人々の距離感が近くなったから生まれた価値観日本人は単一民族風実は多様な民族の集合体のふりをしながら来た歴史もう生まれ変わらないとどうしようもない党になり果てる危険性がある生林心で真実が語られるなどとは全然思っていない 鼻から単なる茶番だとは思っていたが武藤みたいなのが出てきて茶番であることが確定的になったな自分たちが国民の負託を受けていること税金から給料をもらっていることを理解しているのか武藤なんて国民を見ずに自民党の上役を見てる典型的な議員だしこんなやつに費やす時間も税金ももったいない裏金議員と一緒に武藤も辞めてくんないかな 法案審議ならいいんですが、政党内での問題について審議する際に同政党の議員が質問に立つというのはやはり違和感を覚える、ましてや質問時間は議席数に応じて決められるので自民党にはたっぷりと時間が与えられる、こういった場合、自民党は時間を返上するべきではないのか、野党側もそういった要求はしなかったのだろうか。 弁明は、会計には一切関与していないと知らぬ存ぜぬか。ほとんど予算委員会と同じような中身で新しいものはない。すべて人のせいにして責任を取らない人は上に立つべきではない。組織ぐるみの違法行為、いつどこで誰がどういう理由でやってきたのかの解明が求められる。 今後は関係者の証人刊文が必要になってくるように思われる。